道歩いてて突然襲われるとかってあんまりないじゃん、生きてて。で、あらしくは行った人が結構それ普通っていう 50cc の原付が異常に多いっていう特殊地帯なんですよ。自転車ってなくなるもんなんだよね、だから。タバコ吸わんの僕部屋の中では吸わないですね。高校生の時はあの、北園高校の近くに神社がありまして、そこの神社によくたばって、あの、友達とタバコ吸ってましたよ。はい。 なんかね、神社にはね、先生が来なかったんだけど、あの、ゴンちゃんっていうラーメン屋でタバコを吸って、定額になって、たまたま修学旅行の何日か前だったんで、修学旅行に行けなくなったっていう。えー、ちょいちょいヤンキー入るな。えっ、ー、とね、多分ヤンキー入ったわけじゃなくて、北区とか板橋区は、それが普通なんですよ。まあ、北園高校の問題もあるかもしれないんですけど、 その、足立区とか北区とか板橋区って、基本的にその、ちゃんとルール守ってる人あんまりいなかったんだよね。まあ、多少はいたと思うんだけど、それ別格好つけとかではなくて、それが普通だったんですよ。あの、その北区とか板橋区とかは。足立区はもっとやばいんですけど、 アダチクはなんかあの歩いてるとその役中がいるみたいなところなんで、さすがに板橋と北区には役中がいないので、アダチクほどではないんですけど。あだからその、まあ、絡まれたりとかもよくあるらしかったので、で、絡まれて、それでなんかこう、先生に言うとか周りの大人に言うとかで解決するものではなく、自分たちで解決しなければならないっていう風に、 北区民は生きていかなきゃいけないんですよ。で、あだ区は危ないので入らない方がいいって言われて、足立区は通らないっていうのが僕らのルールでしたね。友達の長谷川くんが、なんだっけな、専門学校だか大学だかで、あ、バイトか、なんかね、あだ区を経由するルートで職場に行くみたいなのやってたんだけど、自転車を乗ってるだけなのに追いかけられるみたいなことが夜な夜なあって、 足立区はやばいので、足立区を避けてこう職場に行くみたいなのをしていたっていうのがあって、足立区は相当やばいですよ、だから。気をつけてください、はい。長谷川くん誰で長谷川くんはね、長谷川博之っていう名前で、僕と名前一緒だったんですよ。そう,そうだからね、なんかね、その、新宿危ないとか言うじゃないですか。歌舞伎町どうたらとか。でも、歩いてる人をいきなり追っかけるとかって、やっぱ歌舞伎町しないんですよ。だから、足立区に比べたら全然平和。 なんだろうね。だってさ、道歩いてて、突然襲われるとかって、あんまりないじゃん、生きてて。で、アダチクは行った人が結構それ普通っていう話を聞くので、僕だからあんまアダチク行ってないんですよ、大人になってからも。<laughs> そのイメージが強いんで。アダチクで来るな。北区よりはないぞ、はいはい。都心ちゃんよくてビビった。そうそうそう。だから、アダチクは何なんだろうね。だから、ま、アダチクがわかりやすいのが、 車とか原付きってナンバープレートにこうひらがなが書いてあるじゃないですか。あーとかさ、なんかわーとか。で、足立区は原付きがあまりに多すぎて、そのひらがな50文字使い切ってアルファベットになってるんですよね。でもなんかその足立区ってすぐその原付き盗まれてとかでなんかナンバー書いてみたいになって、ナンバーがすぐこうぐるぐる回るわけですよ。っていうぐらいその足立区は原付きがやたらに多いっていう。で、あの、 基本人間お金持ってたら原付なんか乗らないんですよ。だって車買うでしょ大人になったら。50cc の原付乗らないでしょで、もしくはバイク買うでしょなのに、足立区は 50cc の原付が異常に多いっていう特殊地帯なんですよ。はい。だから大阪で言うと西成りが近いかもしれないですね。そう、アイリン地区とかね。はい。なので、ベーシックインカクが始まるとね、足立区の人たちも、 ようやくあのまともな生活ができるんじゃないかと思うんですけど。<laughs> 足立区自転車良くなる、良 <laughs> くなくなる。3日持てばいい方。ああ。そうなんだよね。自転車ってなくなるもんなんだよね。だから、そういう地域に住んでると。で、あの、そういう地域に住んでると、自転車はなくなるんだけど、でも、目の前にあるから、俺は取られたことがあるから、俺も取るっていうことで、イーブンなのよ。 普通さ、人から物を取ることは悪いことなんだけど、足立区的な価値観だと、俺も取られたことがあるから取るっていうだけで、その、お互いにぐるぐる回してるだけで、実はその、誰も説得していないっていう。で、ほら、誰かが俺のを借りてったから、俺は誰かのを借りたっていう。EV じゃないね。うん。っていうので、その、ぐるぐる回ってるだけで、で、自転車自体はどこかにあるじゃん。足立区のどこかにあるのよ。たまたま自分の手元から離れて、 アダチの誰かが乗ってるだけで。でも、目の前にはほら、自転車があるわけだから、それと自転車を自分が使って、また、こう、自転車がこう流通するっていうので、アダチ内でぐるぐるこうシェアされるっていうのが、っていうのが、あの、ま、アダチ区ルールなので、まあ、あの、そういうわけで、その、東京に憧れてね、なんかこう23区内に住みたいみたいなところで、不動産屋行って、こう、ああ、ここの街安いっすよって、アダチを進められた時は、今の話を思い出してみてください。はい。 誰が使ったか分かんない。ああ。誰が使ったか分からない。あ、だから誰のものでもないんじゃないほら、だからさ、名前が書いてあったら誰かのって分かるじゃん。でも誰が使ったか分からないイコール、誰のものか分からない。だからひょっとしたら僕のものかもしれないみたいなさ。そんな感じじゃないですかね。足立区をなんだと思ってるのいや、だからさ、その、<laughs> あのね、あだ区に行って被害を受けた話しか聞かないんだよね、帰宅民とか。 板橋区民的には。僕が行ってた高校が、まあ今も東京都と違うんですけど、あの、都立高校って住んでる地域によって通える学校が来ましたんですよ。なので僕の行ってた北津の高校って、北区と板橋区と文京区の人が来る高校だったのね。豊島区はいなかった。豊島区もいたか。4つかなで、その、足立区の話になるんだけど、足立区に行って被害を受けたって話しか。 聞いたことがないのよ。あの、ほら、例えばさ、新宿に行きましたとかこんなことがあったよとかさ、渋谷に行ったらこんなことがあったよとかって話なんだけど、足立区に行ったらこんなことをされたみたいな、その受け身の被害の話しか足立区って聞いたことないのよ。で、そもそもさ、今その足立区行ったことない人多いと思うんだけど、足立区に行く理由って人生で基本存在しないのよ。その、 じゃあ、新宿の都庁に行きますとかさ、渋谷のなんかさ、その街109行きますとかあるじゃん足立区に行く理由って人生であるかっていう話なのよ。 だから、その、行かなくてもいいところに、その、わざわざ行って、で、何らかの被害を受けるから、まあ、仕方ないよねっていう、だから、そこはもう、ほら、その、入っちゃい、入る必要のないところに行って、被害を受けましたっていうんだったら、まあ、仕方ないよねっていうので、みんなだから、足立区に行ってこういうのがあったって言っても、同情はしないのよ。それだって足立区に行く方が悪いんだもん。そのなんかさ、あのー、 森に入って蚊に刺されましたとかさ、なんかその蚊のいるところに行ったのが悪いわけじゃん。その蚊が悪いとかさ、森が悪いとかじゃなくて、蚊がいるようなところに行くのが悪いのよ。だから、その、足立区に行くって決めて足立区に行った時点で、それを足立区に行ったやつが悪いよねっていうのが、割とその、北区、板橋区、文京区の人たちの考え方。ちなみに文京区の人は、あの、なかなかその、東京北の方に行かないので、北区とかにも行かなかったりします。はい。 北千住とか普通に人気あるだろう。北千住が人気があるのは駅です。乗り換えが便利だから。だから乗り換えが便利だから駅は使うけど、じゃあその、足立区に住むかっていうと、ね、足立区民ですよ。はい、すいません。じゃあさ、足立区のさ、などこがいいとか、なんかおすすめポイントあんの北区だと北トピアがあるとかさ、なんかその、板橋区だったらこれとかさ、人、なんかちょっとずつあるじゃん。足立区のおすすめポイントってあんのえっと、パリとどっちが治安悪い な、だからほら、パリはだからさ、その、人が来る理由があるじゃん。足立区にはさ、人が行く理由がないもん。毎日スリリングだよ。ジャージで歩ける。動物園感覚。足立海は違う。家賃が安い。埼玉に近い。荒川区は。荒川区はね、荒川遊園があるから、まだまシかな。下町感どんな格好でも行ける。あゆを順で上の方。はい。でもさ、実際さ、 その、まともな知り合いでアタチク出身の人っている壮絶なアタチディス。えっとね、ディスではなく、事実の適時です。